タイ国の言語では、三国志義諸島遺伝和人、いわゆる義諸和人伝に書かれた日本の固有名詞、及びそこから解析される言語について説明する。義諸和人伝における日本の地名、人名、官名は知られている最古の日本言語である。その応印は、上代日本語の特徴と同じであり、日本語の形成は、卑弥呼の時代まで遡ることができる。 義師和人伝には31の地名と8人の人名、そして14の官名が出てくる。これら53の音訳語は日本列島で用いられた言語の最古の直接資料である。一覧表にすると下の表になる。これらを中国中古音体系によって音節総評を作り、和人語の音韻の特徴を明らかにしたのが森博道である。 三世紀以前の和人語の音韻結合の特徴は八世紀の日本語の特徴と同じであることが森博道らによって解明されている。奈良時代における日本語の音韻結合の主な特徴としては開け音節を原則とする。あ行は原則として騰音に来ること。騰音には原則としてな行が来ないこと。騰音,音,音には原則として濁音が来ないこと。などがある。他方。 和人伝の和音号を中国の中高音体系の節音によって分類すると次のような特徴が明らかとなる。開口字が全体の92%を占め、ボイ終わりの文字が88%を占めている。従って和人伝の和音号は開け音節が原則となっている。おそらく和人語には上大日本語と同様平音節は存在しなかったであろう。 阿行に用いられた可能性のある字は、い、み、おもんみ、いち、ゆう、カラスの六種類十字であるが、このうち、五等以外で用いられているのは、金国、固有国及び、はじめ書くカラスコしである。しかし、おもんみが、じゃや、あたえと同じ高音、いのしんに属しているので、や行の語であれば、阿行ではなくなる。ゆうと、カラスも、和と同じ高音、影のに属しているので、 和行であれば、あ行ではなくなる。すなわち、東音でないところで使われているあ行の字は、見当たらなくなり、奈良時代の日本語の特徴に一致する。ラ行と考えられる絶音、木のシーンに属する、ロ、リ、リは、松ら国、都市牛里、耳鳴り、ともえ都市国、ひなりの六例であり、すべて東音に来ていない。古藤に、楽音文字が来ている語には、字つまそして、 打つ与えの三つがある。しかし、これらの全濁音字が場合によっては、和人語の声音を表すのに用いられた可能性もある。字幕は、島子、妻は、とまあるいは、妻、打つ与えは、豊と読む可能性が指摘されており、その場合等に濁音が来ないこととなり、奈良時代の日本語の特徴に一致する。このように、和人伝の訳音語は、基本的に、 上代日本語の音韻結合の法則性に従う可能性の高いことが明らかになってきた。奈良時代における日本語の音韻の種類と構造は同時代の中国の音韻と比較するとさらに次のような特徴がある。ただし上代日本語の音韻結合の法則性に従わないように見える特徴もある。AB 森1年母音の前に U マイナスが入る アイクチアザは、末、体、鬼、ハナ、花、ため、腰、おもんみの九種、十一字であり、残りの百三十五字はすべて開口字であるの、片木印字は、お列高音で発音されていた。しかし、上高音の、片木印字は、魚部に属しあ行音で発音されていた。魚部は全巻から五巻にかけて、アレ列から、お列に変化したからである。森、 1985年184ページ。森。1985年187ページ。ありがとうございます。